はいどうもネクロスです。さあ今回もブレスオブザワイルドやっていきましょう。右下の天気予報を見たらもう全部晴れやね。まあそらそうか、そらそっか、砂漠やもんな。砂漠で この中雨降るとか雪降るとかそういうのって見たことないよな。あ、砂ざらしか、砂ざらしが起きるっていうぐらいかな。それ以外の天気は全部晴れみたいやね。まあ当然やけど。というわけで前回なんかギルドの街ブラブラしたんで、今度別の町行ってもいいけど、普通にそこら辺のね、平原とかをブラブラすんのもありやし、まだゲルドの町全部ブラブラしてはないんで、ちょっとこの上とか絶対コログおるやろこの上絶対コログいると見た。でもこれこの兵装備とか使えないもんな。全部このオカマ装備でいかなあかんからな。いや、リーバルトルネード使えばよかった。リーバルトルネード使えばよかったわ。絶対なんかある、宝箱あるでしょ。お、すごい！修行できる、修行。なんか落ちたりしてない？バイクは使えないみたい。特にマグネキャッチに反応するものはなしと。はい。この上は、結構高いな。コログ絶対、いるよね。ここにおらんかったら、任天堂を疑うぞ。さすがに。コログの実16個目。あと1つ。すごいな、これ。これなんで水があんのやろこれなんで水があんのやろな。不思議不思議。これなんか真上から見たらさ、あの水のところがなんか文字になってたりしてたらなんかね、おーってなったけどな。なんかこうゲルドとかニンテンドーみたいなの書いてたら、おーってなったけど、そんなことはなかったと。そっちは、そこ、葉っぱ生えてるけど、葉っぱじゃないな、木やな。ここはなんかあるかな。なんやこれ。上乗れる？わあすげえ。なんだこれなんだこれ。ゲルドの街はもういいでしょう。どこ行くかな。この辺行くか、リトラ辺行くか。とりあえずリトの村にワープしようかな。この辺とか行ってないよな。こっちとか。ここに敵の本拠地あって、なんか水あるし。意外とこっち行ってないな、ヘブラ地方。この辺も、このヘブラ山南丘でいいんかとか、カスラー山とか、なんとか峠とか、意外とこの辺ヘブラ地方も行ってないっぽいね。あれこれ、飛行訓練所か。リトの村こっちか。あ、待って、砂ざらしラリーのやつあるやん。砂ざらしラリーもやらなあかんな。あー、リトの村。大好き、ほんまになんかね。リトの村好きなんよね。なんか族長とかなんか面白い話ない？あ、そういえば、リーバルのこと、日記があるんよね。ほらほらほら、リーバルの日記が発見された。テバに管理を任した。オッケーオッケー。その前に、ちょっと、ここも一番上見てみたい。ワープ線でいっか。トルネードでワープしよう。ワープではないけど。ちょ、なんで下がる？こっから、なんか鎖、え？鎖。この上コログとかいないかな？メドワが止まってるけど。もうリンク君すごいな。すごいな、お前。ボルダリング世界チャンピオンになれるぞ、これ。すごいすごい。あー、やっぱコログいたね。はい。ちょっと外すな。オッケー。あ、奥になんか台座が。あ、待って、あれ、ハートのやつじゃん。コログの実、17個目の前に、これ、なんか炎の矢打つんやったよな。今やろ、時間。ほら、時間今やって。間に合え、間に合え。あれがね、ビューンとか言って光ったらね、なるんよ、これ。たまたま、めっちゃたまたまやったな。これ、待て。この絵兵ちゃんは古代兵装の弓の力を存分に、この遠距離、ちょ、トースリー、ほら、なんで今やろ、なんでハートの時やん今。え、違うの、ほら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 、たまたま達成していく。なんか BGM ボリダノのほこら。めんどくせえな。いった。あー、剣ビーム打てなくなった。もういいわ。
ん？逮捕？え、あれ、なんとかの祝福っていうあれかと思ったけど。おお。これ、バグ技使ってショートカットできると見た。この上乗れると見た。乗れる？乗れると思う？お？え？乗れたよ、普通に。こっから向こうはきついよな。え？後ろ見たら破壊できるやん、これ。はい。あ、宝箱。意外と見落とすな、これ。ハヤブサの意味。ほう。え？なんか、今、この上乗らんかった。なんか乗らんかった。気のせい？今ちょっと奥に行きすぎたってだけやけど、だけで、その落ちたって、あの、ちょっ待って、ジャンプができな、できなかった。あの上の、乗ったらいけそうやな、あんぐらいの高さなら。だって勇者やぞ、勇者。いける。もうちょっと。縦サーフィンとかうまいこと使ったらいけるかな。こっからちょっと高さ稼ぐちょっと高さ稼い、ちょっ待てよい。乗って、こっちやな。こっち行ける？いや、無理やろ、普通に考えて。どうしよう、リンクくんの左足が曲がってる。ああ、なんかすげえ飛んだ。これ思ったけどさ、こっちなんかこう、いけそうじゃない？向こうまで。縦サーフィン使ったら。あ、わかった。縦サーフィン使って、てか、先にパラセルやったら縦サーフィン使われへんやん。ジャンプして、縦サーフィンして爆弾で飛距離伸ばす？そんなこといける？ちゃ、パラセルじゃない、間違えた。こっから、ジャンプ。おー！天才やったわ。余裕で壁越えたわ。やっぱ天才で格が違うな。こっちは宝箱でしょ。待って、これもさ、今みたいな方法で行って、超えれる、絶対超えれる。いける。だって、今のでいけてんで、ほら、絶対いけるって。これ仕掛け本来なんかやるんやろ、なんか止まってるけど。あ、正規の方法でクリアしてないから、これ動いてないや、これ。ちょっと、角度おかしかったな。はい、完璧。宝箱へ到着。これ帰りどうするこれ帰りどうしよう。ダイヤモンド。これ、帰りどうしよう。帰りどうするんですか？捕まってるよ、リンクくん。帰りどうしよう、これ。もう出られへんよな。さすがにこの壁を越えることはできないな。俺らに50メートルの壁は越えることはできない。ってわけでワープしましょう。めっちゃ簡単やん。もう一発やで、今。ワープしてきても一発でできたから、みんなもこれ簡単やからこうやった方がいいよ。もうめっちゃ早いから。まあ、でも謎解きがね、全くスキップするんで楽しくはない。謎解きっていう面で関したら、俺これ、ちなみに3周目ブレワイ、ホコラ制覇3周目なんでね。もうさすがにこの正規の方法じゃないやり方ね、バグ技を使って攻略するのが楽しいわ。というわけで克服の証、4つ目かな。はは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 は。お前、これがあれやぞ。これが最近の主人公のやってる行動やぞ、お前ら。おもろすぎやろ、これ。今のやり方は、これをコメント欄であってね。コメント欄でバグ発見しましたってコメントあって、ほんまかなと思って今試してみたら、ほんまやったわ。やり方が、この人すごいな。なんて読むやろ。NSSA さんかな？なんか、名前ちょっと
英語はなんて読むかわからんけど、回転切り貯めるでしょ。で、十字キー右押して、別の武器に変える。で、そのまま、スティックを倒す。今これスティック倒してます。で、十字キー右を離す。あれ失敗。なんでやなんでやお前、動画撮ったら失敗するのやめろ。で、スティックを倒すと。ほら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 。で、これまっすぐしか行けないわ。右とか左とか、スティック下やっても前行くっていう。おほほほ。謎ですね。これさ、構えて武器を体験とかにしたらどうなんやろな。で、これを離すと。ははははお前どこ向いとんのおめしかも。よそ見しながらこんな行動すんの最近の勇者って。おもろすぎー。これ、槍にしたらどうなんやろ。槍にして、はい。ははは。誰や、弓矢撃ってくんの。でもなんか勝手に爆発してるし。ははは。おもろすぎん、これ。ちょ、なんか、これダメージ、なんか勝手に燃えていく。これ、やってみたいことがね、ダメージ食らった瞬間にワープしてみたいんよ。今、ワープしたらどうなる、これ。おお面白くな。お、なんか言ってるけど、キール、五条のキールが見当たらない。どこに行ったのかしら。まさかキールったら歌を練習しに巨大岩へ。あ、なんかあったな、そういえばそんなイベントが。なんかめんどくせえな。キールを探して、確かこれ祠チャレンジにつながってるはず。というわけで、祠の中でね、大砲とかいう祠の中でね、なんかもう遊んでたらもうすっかり日が暮れてますね。とりあえず女神様にお祈りしに行こうかな。その前に、え、なんか階段ある。階段なかったわ。危ない危ない。リトの村も回ってみたいけど、意外となんかやることないよな、リトの村って。こんなこと言ったかんよ。なんだこれ。お玉いらんわこんなん。結構痛い。結構痛いって書いてたよな。はい。子供まだ寝てないの。大谷の練習なんて大嫌い。あ、それはちょっとわかるな。俺も小学校の頃さ、なんか歌って歌うやん、小学校の頃。あの歌の練習さ、いつもこう、友達と悪ふざけで遊んでて、担任の先生に怒られ、クラスの女子に怒られ、そんな小学生時代でした。今も変わらんけど。マジでなんか特にやることねえな。お前は確かあの市から村に連れて行く人やった気がする。な、リトの村いい場所やけどやることねえな。ゲルドの街ぐらいなんかさ、こう、秘密のなんかあったやん。秘密のゲルドシークレットクラブやったっけ。ああいうのみたいな、なんかサブイベントみたいな、そういうの欲しいなって個人的に思ったけど、リーバルの日記読むの忘れてるけど、まあなんだかんだでハートの器ゲットです。ハートの器。パキン。これ嫌い。これわかる。下に行ってさ、1個っていうのめっちゃ嫌いやねんな。わかるかなこれ。歴代のゼルダやってる人なら絶対わかると思うけど、ハート11個目ってめっちゃ嫌いやねんな。下に2行に行ってるけど、その1個しかないみたいな。もうそこいらんやみたいな。1行目に追加せよみたいな。個人的に思う。さあ、リーバルの日記ここかな。ないね。テバに任せてるって言ってたけど、あ、全然ちゃうわ。テバはここかな。族長の隣、いた、テバさん。お久しぶり。近い、お前ら。近い、近い。あれ、空中戦に持ちるに重すぎて、せっかくの速さが犠牲になってしまう。まあ、リーバルさんは強かったと。で、日記やな、日記。リーバルのこと教えて。リンク。俺たち、リト族や鳥は羽ばたきで前に進み、翼が風を受けて生まれる、揚力で飛んでいる。なんかよくわからんけど。だから自力で垂直に上昇することはできない。昔の、だからその常識を噛み砕いたのが、リーバルと。打ち砕いたか。噛み砕いたってなんや。なるほどなるほど。これがリーバルの日記かな。子供の頃大人の騎士に全勝って話も本当だろう。やば。子供の頃に大人の騎士に全勝したらしいよ、リーバルくん。リーバルくんちゃうわ、リンクくんや。間違えた。もうなんかすごい終わり方やな。これ作ってる人天才ってところ、なんか誰か寝てるし、びっくりした。誰か寝てたやん。まああんなにね、強情だったリーバラさんも、今となったら
あれですからね、もうリンクは僕らの要だとか言ってますけど、変わったなあいつ、めっちゃ好きやわ。なんかここからチャレンジあるけど、で今地味に思ったけどさ、これゼノブレイドのコラボあるやん。これもなんかやらなかんな。何だっけ、サルベージャー装備やったっけ。あ、すごい、ここ穴開いてる、ドシン。なんでこれ穴開いてんねん、お前雨入ってくるやろ。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。この景色やばくね、この空にあったさ、あったっていうか、この空に浮かんでるこの満月じゃないけどさ、大きな月にね、針葉樹林が生えてるやん。で、奥は雪山でしょ。やーばい、やっぱブレワイって景色系やなって改めて思いました。目を覚まして、目を覚まして、リンク。